ルジャンシンバルの元になるキャスティングです。そして先ほどのキャスティングをオーブンに入れてですね、熱を加えまして伸ばしていきます。ハンマーで打っていきます。これもハンマリングの一つだそうです。いろんなハンマリングがあるんですね。この時点ではまだ隅の方がですね、こうザラザラしている部分もありますので、これからこの部分を整えていく過程に入っていきます。そして先ほどのシンバルの表面を削っていくことで重さと形を整えていきます。こんな感じで綺麗になっていきます。この削るときに鳴ってる音がまたもう音楽的になっていますね。この過程ではシンバルの変色を防ぐプロテクションコーティングというものを行っています。ここでは、ジルジャンの社名だとかロゴをですねプリントしていきます。そしてここまで作り上げられてきたシンバルたちは実際の人間の耳を使ってですね、実際に聞いて、テストしていきます。はい、これらすべての過程を終えた上でシンバルたちが完成していくということです。これで演奏の準備は満タンです。はい、ここまでがジルジャンのシンバルが作られていく過程でございます。ジルジャン。